さて皆様お待たせいたしました。本日はお忙しい中、こういった師走の大変多忙な中ですね、このようにたくさんの皆様にこちらにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。まずは厚く御礼申し上げます。 SF ネクスト号22年成果報告&23年取り組み発表会、改めましてお越しいただきましてありがとうございます。本日はスーパーフォーミュラネクスト号として取り組んでまいりました成果報告、そして来年の取り組みにつきまして発表させていただく時間を設けさせていただきました。まずはじめに主催者並びにゲストのスピーチ、その後成果報告と取り組みの発表、最後に質疑応答のお時間とフォトセッションのお時間で締めくくる予定となっております。どうぞ最後までお付き合いください。申し遅れましたが司会進行を務めさせていただきますオフィシャルアナウンサーのピエール北川でございます。どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願い申し上げます。恐れ入ります。さあそれではまずはじめに開会のご挨拶ということで、株式会社日本レースプロモーション代表取締役社長上野義久、並びにデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社三木要さんにお越しいただきましてご挨拶をいただきたいと思います。では上野さん三木さんどうぞ前の方にお越しください。こんにちは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。では日本レースプロモーションの上野でございます。今日大変お忙しい中、年末のお忙しい中、そしてこの寒い中お運びいただきまして誠にありがとうございます。先月ようやく今年のシーズンも終わりまし無事終わりまして、で我々の来年に向けた体制の発表につきまして今日こういうような形で発表させていただく時間を設けることができました。本当に皆様の方には厚くお礼申し上げます。で今日は実はデロイトトーマツの三木さんに隣に来てもらっているんですが、実は昨年 のプロジェクト発足後ですね、本当にデロイトトーマツの皆さんたちとはもう本当に週に 2,3 回やってましたかね。もう本当にミーティングを重ねまして、まさに並走していただきましてこの今日を迎えております。でそこまで並走したから今日はステージも並走してねと言ってですねこれ僕と三木さんの関係性の中ではですね罰ゲームと呼んでおるんですが、はい、引きずれてきたのが今日の、はい、ゲーでございます。三木さんよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ三木さん、はい、ありがとうございます。改めましてデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリーの三木と申します。どうぞ本日はよろしくお願いいたします。今上野さんからあった通り今年最後の罰ゲームになればいいなと思ってますけども、昨年来、本格的には今年からですけどもトップパートナーとして、私を含めてチームでですね JRP の皆さんと、我々コンサルの知見だったり特徴を活用いただきながら、一緒の船でこのプロジェクトを進めていくという形で、やらせていただきました。そういったことで今日もお邪魔している次第でございます。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。 JRP 上野社長デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザーで三木さんのご挨拶をまずはいただきました。さあ、振り返ってみれば今年2022年ですが、スーパーフォーミュラーは2連戦を含む7大会全10戦で開催させていただきました。21人の最高のドライバーたちが最高のバトルを見せてくれたというふうに私も感じております。若いドライバーの活躍も目立ったシーズンでもございまして、ルーキーオブザイヤーはチーム GO で参戦した佐藤蓮選手が獲得、そしてチームチャンピオンには野尻智樹選手と笹原右京選手を擁するチーム無限が187ポイントを獲得し初のタイトルに輝いたシーズンでもありました。そしてですね、10戦中8戦で表彰台、優勝が2回、そしてポールポジションはなんと6回です。ドライバーズチャンピオンに輝いたのはこの選手でした。ご紹介いたしましょう。2022年スーパーフォーミュラドライバーズチャンピオンチーム無限野尻智樹選手ご登場です。どうぞ大きな拍手をお迎えください。ようこそお越しくださいました野尻選手。
こんにちは、野尻と申します。よろしくお願いします。お願いします。改めまして、チャンピオン獲得、そして2連覇達成、本当におめでとうございます。ありがとうございます。今改めてこの2022年、もういろんなところで振り返ってどうですか、振り返ってどうですかっていろいろ聞かれてると思いますけれども、まあ、このスーパーフォーミュラの今日はこの記者発表というかこういう会場ですので、またちょっと気持ちも違いますかね、どうでしょう。そうですね、まあ、こういった場にお呼ばれするのもそうですけれども、やっぱりこの2連覇っていうものの重みを感じてますし、のシーズン中ね、こう2連覇っていうものの期待がどんどん皆さんしていただいたんで、その度に、非常に精神的に難しい状況になりましたけれども、なんとか2連覇達成できたので、自分の自信にもなりましたし、また今後さらに勝ち星だったり、結果を積み重ねていきたいなと思います。はい、まあ、今は多分いろんな取材があったりとか、いろんな皆さんからの祝辞がこうあったりとかっていう中をこう、毎日毎日お過ごしになってますけれども、どうですか、少しプレッシャーからは解き放たれて、喜びはこう実感する毎日っていうのはあったりするんですか。まだまだですねお休みはまだまだいただけそういないん で、はい、年末まで突っ走りたいなと思います。なるほど、はいはい、じゃあ本当にあのシーズンを突っ走ってチャンピオンになった、その勢いそのままに今日も最後までお付き合いください。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ということで野尻智樹選手には今日また最後にですね、改めましてご登場いただくというシーンをですね、皆さんには設けておりますので、また最後までですね、またお付き合いをいただければ、皆さんもまた野尻選手のコメントも聞いていただけると思います。改めてじゃあ上野さんからも、はい、野尻選手チャンピオンを横にしてですね、はい、今年のレースとかをシーズン振り返ってみて、忙しくさせている僕は言うのも申し訳ないんですが、はい、本当に強いの一言だったと思いますね。で、実は僕昨年ね、実は1年目の時にモテキでチャンピオンを決めた後にですね、彼と話す機会があって、僕はもうてっきりもう鼻歌当たってが走ってるのかなと思ったら、やっぱり勝てると思われてるところでものすごいプレッシャーだって言ってて、はい、なんかもうしゃがみ込んでるんですよ、はい、あの姿見た時にやっぱりこのドライバーって本当にプレッシャーの中で戦ってんだなと思って、うん、ちょっと僕一人なんか感動した記憶があるんですね、はい、でやっぱりこの1年野尻さんのいろんな発信見てるとね、やっぱりその業界をどうやって良くしていくんだって言ったようなすごく発信が増えてきたという印象があって、やはりやっぱ2年続けてチャンピオンを取ったことでですね、まあ、そういう、まあ、いわばその業界を背負っていく第一人者としての自覚も芽生えたんではなかろうかなという僕は今印象を持ってまして、ぜひうちの会長が持ってるね記録もあるみたいなのでその辺はちょっと後半でゆっくりと話をする機会なと思ってます。はい、はい、ぜひまたいろいろな、ね、決意のところもちょっと聞きたいなと思っておりますので、はい、では野尻選手にはまた後ほどご登場いただきたいと思いますので、一旦こちらでご講談をいただきますけれども、改めて野尻選手に大きな拍手どうぞお送りいただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。では野尻選手に一旦お戻りいただきましょう。さあ、では三木さん、そして上野さんには引き続きお話を伺ってまいりますので、どうぞ、はい、はい、チェアの方も用意しておりますので、ご着席いただいて進めてまいりましょう。さて、チャンピオンも登場して一気に華やかなムードにもなりましたけれども、ここからいろいろ具体的なお話もしてまいりたいと思います。まずはですね、昨年の10月の末になります、日本レースプロモーションは次の50年に向けましたスーパーフォーミュラネクスト GO というプロジェクトを立ち上げまして、さまざまな施策に取り組んでまいりました。まあ、そのネクスト GO の取り組みを改めてここで振り返ってまいりたいと思います。では上野さん、お願いします。はい、そうですね、皆さんお手元の資料またこの画面で、ご覧いただきながら聞いてほしいんですが、まあ、私ども昨年の10月末に、あの時ホンダのウェルカムプラザでしたね、はい、サステナブルなモータースポーツの実現を目指して、次の50年を目指した新しいプロジェクトを立ち上げるというのを発表させていただきました。で、大きく3つ、いわゆる環境対応、カーボンニュートラルに代表されるような環境対応と、いわゆる我々の当然チームサーキットも含む業界全体の経済の活性化みたいなもの、そしてやっぱ未来につながる新たな競技人口でありますとかファンの増加みたいなものを、まあ、しっかりとこのプロジェクトの軸に据えて進めていこうという形で1年間頑張ってまいりました。で、そういったこの大きなテーマをですね、推進するにあたりまして、本当に業界の枠を超えたパートナーシップがこう築かれまして、昨年の発表でお見せした円はもうちょっと小さくてですね、輪っかも2つだった気がするんですが、まあ、いわゆるこのモビリティという一つのカーボンニュートラルを中心としたテーマと、あと我々もやはりエンターテインメント企業ですから、
いかにこのレースが面白いのかってのをお伝えするというところのエンターテインメントの要素をデジタルの力を借りようと。そして地域に根ざしたですね、新たなイベントをしっかりと組み立てて多くのお客さんに来てもらおうといったようなことを取り組んでみました。皆さんのお手元の資料のですね、下の振ったところを見てもらうと分かるんですが、本当にたくさんの企業の皆さんたちにパートナーとしてご協力いただきましたので、まずこの場を借りまして皆さんにはお礼申し上げたいなと思ってます。はい、はい、ということで、上野さんからの説明があったわけなんですけれども、この今ちょうどですね、新しいこの画面も出てきましたけれども、SNS というところでは、かなりですね、大きな伸びを、2021年からこのプロジェクトをスタートして非常に大きな伸び、右肩上がりという言葉がありますけど、右肩急上昇という感じの、この伸びというのも出てきているわけなんですけど、上野さん、こういったところはかなり大きな動きでしたね。そうですね、はい、定量的な評価で言いますと、まだコロナ前のですね、動員は全く戻ってませんし、まだお客さんの数全く足りてないんですけども、こういったいわゆる SNS の、YouTube の再生数とか、Twitter のインプレッションなどはですね、昨年の発足以来 200% 以上の伸びを見せていますので、こういった新しいツールを通じてファンの皆さんたちには情報が届いたのかなというふうには感じております。はい、はい、さあ、ミキさん、ネクストGOの取り組みというところでは、一緒にパートナーを組んでいただいている立場からすると、どのようにこのお考えだったわけでしょうか。そうですね、先ほどのちょっとご挨拶でも申し上げたとおり、一緒にやっていく、一緒の船になっていくというところは一つ決意としてはありましたし、今でもそうなんですけども、やっぱりネクストGOをなんで始めたかっていうのは、一つこう今まで長年のこの業界であったり、このモータースポーツそのものかもしれませんけど、そういった長年の課題がやっぱり凝縮したものだと思ってます。それが今たまたま象徴としてカーボンニュートラルであったり、デジタルであったり、イベントであったりというところが大きいのかなと。で、我々としてはコンサルアドバイザリーとしてやれるべきはもちろんいろいろあるんですけども、ちょっと一つ、あまりこう表現として、上野さんごめんなさい、これね、表現として不適切だったら止めてくださいね。なんていうんですかね、やっぱ長年の歴史がある分、どうしても村社会化している部分っていうのが一つあるなと。で、私自身は車は大好きですし、いろんなメーカーさんの車を乗らせていただいてるんですけども、やっぱりちょっとその、モータースポーツ会社は、よそ者なんですよね。そのよそ者の私が一緒の船に乗って、こういった社会に、課題を投げかけていく、あるいはそれを一緒に解決していく、これは JRP さんだけじゃなくて、ファンの皆さんも、今日のお集まりメディアの皆さんもそうだと思うんですけど、そこを一緒にやっていくっていうところが、一つ我々がいさせてもらえる一つの価値なのかなというふうには思ってます。はい、ありがとうございます。さあ、そんな、今三木さんからの言葉もありましたけど、上野さん、今評価もいただいた、課題も見つかった、それに対して進んでいるという中での、ここまで上野さん的にはこういうことをやるよって言ってから、さっきのその、これだけたくさんの、パートナーの方も増えましたっていう話もありましたけども、実際もう少し具体的にこの評価としてはどんな評価を。そうですね、三木さん、よそ者って言いましたけども、やっぱこういう業界変えていくのって、よそ者、若者、バカ者って言われてるんですね。なるほど。僕バカ者ですから、なるほど、よそ者バカ者で、あと若い人ちょっとメモっていきたいと思います。僕自身やっぱりそういうさまざまな業態のいろんなコンサルされたというところで、ちょっと我々が気づかない観点って本当にたくさんあるんですね。はい、そういった意味で新しいファンマーケティングみたいなものはこのデジタルを通じてしっかりとできるのかなというふうに手応えも感じてますし、はい、さっき言ったみたいに、やっぱ我々モータースポーツの中だけにいては分からないさまざまな知見というのはたくさんありますから、そういった意味では広く新しいファンを増やしていくためには、このパートナーシップというのは本当に価値があったのかなというふうに思っています。はい、そして今ちょっと先走ってしまいましたけれども、はい、一つ前に戻ってもらっていいですか。はい、観客の動員というところでは、やはりまだもう少しコロナの影響が残っています。そうですね、まだ、はいはい、私たちのカテゴリーに限らず、さまざまなカテゴリーでやはり動員の影響出てますので、はい、ただ、今これもう先ほどちょっと先走って言ってしまいましたけれども、はい、SNS とかデジタルの部分でのその、いわゆる関心の度合いですとか、それから具体的な数っていうのはものすごく上がってきているんですね。そうですね。結果は出てきてるんですね。はい、リーチはもう届いてますので、この先この人たちにいかに我々のファンになっていただくかっていうところが、
大事だと思ってます。はい、さあ、ということでいろいろとご説明をしていてるわけなんですけれども、まあ今ちょうどまたこの画面も変わりましたが、デジタルの部分、それからカーボンニュートラルの部分というところでは、今後しっかりとまたいろいろと結果を出していかなければいけないというところではありますかね。そうですね、はい、2023年は全日本の F2000 選手権が1973年に始まってから50周年の節目の年になりますので、そういった年にですね、この国内トップフォーミュラーでしっかりとこの2つのデジタルシフトとカーボンニュートラルというこの2つの大きなテーマをしっかりとご挑戦し加速させていくという大事な年になりますね。はい、さあ、ということで、ここまでですね、上野さんからも評価をいただいたところで、じゃあ続いてのではですね、時間にしてまいりたいと思います。さあ、ここまでのちょっと今話を踏まえまして、今後のモータースポーツの魅力をどのように発信をしていくかというところで、また再びですね、ゲストの方いらっしゃっておりますので、お二方お迎えをして、そのお二方とお話を交えながら、進めてまいりたいと思います。ではご紹介させていただきます。お一人目は株式会社ホンダレーシング代表取締役社長の渡辺浩二さんです。そしてお二人目、トヨタ自動車株式会社 GR カンパニープレジデント佐藤浩二さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで、ではどうぞおかけになって、はい、進めさせていただきます。さあ、渡辺さん、佐藤さん、よろしくお願いします。ちょっとすいません、佐藤さんに聞きたいんです。担当直入に、はい、ここはレクサスミーツ日比谷ですよね。いや、本当ですよね。はい、なんか私も初めて、お客様ではなくてこういう形で訪れるというのもなかなか貴重な体験だなと思うんですけど、これ開幕前のね、発表の時に、はい、青山の本田さんで、ね、このこういう場を持たせていただいたんで、はい、今回はちょっとアンサーソングじゃないんですけど、なるほど、そんな思いを持って、はい、ね、今の業界の状態がなんかすごく伝わるんじゃないかなって思ってます。はい、なるほど。皆さんももうお気づきだと思いますけれども、このレクサスのレクサスミーツのところにホンダの車があるという意味では、感慨深いところはありませんか、渡辺さん。はい、さっきね、佐藤さんに話したんですけど、私うちの家族でここ来たりするんですよ。あ、そうですか。ですから、はい、非常に好きな場所で、そういうところで、またトヨタさんと一緒にできて本当に嬉しいです。はい、佐藤さん、はい、これはやっぱりありですか。ありですね。ありですか。ありがとうございます。さあ、それではまずですね、ちょっと、スーパーフォーミュラの話をする前に、世界のモータースポーツというところでは、大変この2メーカー、今シーズン大活躍をされたメーカーでございます。お二人にそういったところも少し振り返ってお話しいただこうかなというふうにも思うんですが、まずは渡辺さん、やはりフォーミュラー1日本グランプリ鈴鹿での開催というのがようやく実現今年できまして、はい、大変盛り上がりましたですね。私も現場にいましたが、そうですね、はい、3年ぶりの鈴鹿での F1 ということで、3日間で20万人の方にですね、はい、来ていただいて、しかも本当に若い方が多いんですよね。で、GP スクエアのところで少しいろんな方とそのお話をしたんですけど、多くの方が初めて F1 を見に来ましたっていう若い方が多いっていうのをすごく感じましたね。うん、はい、そういう意味では本当に F1 を知る術がいろいろな今、本当にデジタルを通じて結構 F1 の魅力に入ってくるっていう若者の人が多いんだなというのは僕も現場で実感しましたけども、本当にあれを見るとやっぱりレースってすごい人気があるんだなっていうのをなんかちょっと再認識できて、渡辺さん嬉しかったですよ、僕は。うん、本当ですね。だからやっぱりそのレースっていうのはまだまだその魅力を発信していくと若い人がどん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 集まってくる、そういうポテンシャルがあるんだなっていうのはね、本当に感じたんで、はい、そういうことをですね、スーパーフォーミュラーでも活かしていきたいなというふうに思いましたね。はい、ありがとうございます。そしてトヨタガズーレーシングとしては、佐藤さん、ルマン24時間です、はい、もう無敵で5連覇、それからラリージャパンもね、やっと、海外でしか見れなかったラリーが日本にやってきて、そしてファンの皆さんの前でその走りを、見せることができたという意味では、こちらもすごく収穫の大きいシーズンでしたよね。本当にね、思い出深い1年だったと思うんですね。はい、本当にパートナーの方々、それからファンの方々に改めて感謝のものを申し上げたいと思うんですけども、ウェックはですね、本当に今年タイトルを取れて、ルマンも5連覇ということで、はい、
今年のチャンピオンドライバーですね、このスーパーフォーミュラーで活躍をしていた平川選手、はい、そのチャンピオンドライバーの一人なんですよね、はい、それからもう一人あのスーパーフォーミュラーで活躍されている小林寛美選手がウェックではまあチーム代表ということで、もう本当にスーパーフォーミュラーで、はい、名の知れたドライバーが世界で戦って、しかもそのチャンピオンになっていると、このスーパーフォーミュラーが実力としてね、もうそのレベルにあるドライバーが本当にしのぎを削ってるっていうのをね、はい、改めて実感しますし、はい、神君がまあ代表やってくれてるので、まあ、本当にあったかいチームにこの1年なってきて、はい、来年はね、ルマン100周年ってこともあって、ね、はい、非常に大事な年ですので、はい、まあ、ぜひともね、この勢いでね、頑張っていきたいと思いますし、はい、から、WRC についても、うん、本当に今年チャンピオン取らせていただいて、で特にラリージャパン、まあ、日本でいうと12年ぶりのラリー開催ということで、はいはい、まあ本当に潜在的なラリーファンというかですね、ファンの方がこんなにいらっしゃるんだっていうのをすごく感じましたし、地域とこうやっぱり密着したモータースポーツという形をねすごく感じましたし、日本の里山と WR カーのハーモニーというか美しいこうシーンをねいくつも見れたのはすごく記憶に残っておられる方も多いんじゃないかと思うんですけど、それをねまた来年にもつなげられるように頑張っていきたいと思います、うん、ありがとうございます。さあ本当に、いろいろな新しいニュース、それから本当に魅力的なそういったモータースポーツのですねシーンというのが、まあ、今シーズンはたくさんあったと思いますけれども、まあ、昨日はですねもうご存知の方も多いと思います、ホンダレーシング対戦発表も行われまして、まあ、これで、まずトヨタさんが発表されて、そしてホンダさんも発表されてということで、ほぼ、まあ、ドライバーラインナップも出揃ったかなという感じがいたしますけれども、来シーズンのスーパーフォーミュラ渡辺さん、まあ、ホンダとして昨日発表したばかりのホヤホヤの状態ですが、この顔ぶれご覧になって改めて注目ポイントなんていうのは何かございますか。はい、はい、まあ、当然野尻選手のですね、はい、さらなる活躍というのは期待しておりますけれども、はい、新しい、まあ、取り組みというかで言いますと、うん、リアム・ローソン選手ですね、FIA F2 ので活躍してくれていて、まあ、育成という形でレッドブルとホンダの育成ということで今回、政府の方に来ていただいています、うん、それからラウル・ハイマン、これはリージョナルアメリカの、まあ、チャンピオンですけども、これも、HPD ホンダパフォーマンスデベロップメントの、まあ、育成として、26歳ですけども、SF に来ていただくということで、非常にレベルの高い SF の中でですね揉まれていって、また世界で活躍してほしいというところを、まあ、ぜひ見ていただきたいですね。なるほど。ミキさん、今その世界で活躍してほしいという話もあったり、あるいはもうこう大陸北米だったりヨーロッパだったりというところとのこう交流というか、外国人ドライバーの方の、まあ、来年は参入という部分ではちょっと非常に僕も楽しみではありますけど、ミキさんなりの感想というのはちょっといかがですか。そうですね、私も結論としては非常に楽しみにしております。で、まあ、我々の世界業界でももちろんそうなんですけども、やっぱり一つ多様性っていうのはすごく重要だなと、はい、別に多国籍性がそのまま多様性そのものを全部ではないんですけれども、まあ、一種のこう異質の他者を認め合うっていうのは、これはビジネスの世界でもそうですし、まあ、もちろんレースの世界でもいろんなところでこう持続的に発展していって拡大していって、で結果として皆さんがそのこうベネフィットを享受するっていう中では、まあ、極めて大事だと思いますので、まあ、今回の対戦私も昨日初めて当然知ったんですけども、はい、すごく楽しみにしています、ね、新しい化学反応がどう出るかっていうのは非常に楽しみですよね。さて、ドライバーの魅力という点ではですね、より皆さんには身近にそしてダイレクトに伝えるツールとして期待されているのが、新しいデジタルプラットフォームであります SF5 ではないかと思います、では上野さん、まあはい、これももう皆さんに何度も折に行ってね、はい、触れておりますけれども、はい、改めまして SF5 の概要説明をお願いします、ね、私たちの23年のデジタルコミュニケーションの軸になる、それがこの SF5 アプリでございます。はい、はい、で、まあ、この SF5 の目指す姿というのは、その、まあ、レース中のね、皆さんの観戦スタイルを変えていきたいというのがありますけども、まあ、最初、まずはやっぱそのドライバーの凄さをね、うん、漏れなくお伝えできるっていう、そういうツールが欲しかったという形で、はい、まあ、来年その、いわゆる20代、今に乗ってその20代のね、す、う、べ、ん、ての車載カメラでありますとか、すべての音声、テレメトリデータ、そういったものを公開してね、まあ、これまでと違う観戦体験をしていただくことによって、さらにこのレースを面白く深く変わっていただきたいと思ってますね。はいはい、
さあ、そんな SF GO なんですけれども、ちょっとムービーの方もあるんですかね。そうですね、はい、はい、こちらもちょっと見ていただこうかと思います、はい、これは実は今年ね、600人の開発サポーターの皆さんに来ていただいて、はい、今日実は代表の方来ていただいてるんですが、サポーターの皆さんたち、ありがとうございます、はい、サポーターの皆さん、皆さんの声をいただきながらですね、はい、どうやったらこうね、面白さが伝わるかっていうのは、どんどん声をいただきながら作ると思うんです。でも実際このようにですね、テレメトリーデータを瞬時に見られるようになっておりますし、さまざまな切り替えで車載とバトル、あとは好きなドライバーをどんどん変えていけるという、本当にドライバーのすべてをですね、このデジタルの力を使ってお伝えするツールとして、はい、いよいよ来年皆さんのファンの皆さんにお届けできることになりましたね、はい。今こうやってスマートフォンでね、本当にいろんなものが情報が得られる時代、はい、これをもうフル活用して、そうですね、はい、本当になんか私は昭和生まれで、はい、ずっとテレビというツールでしかこのレースを知られなかったものからすると、本当に今の若い人たちは細かいところまでこういったね、そうですね、ツールを使えば、はい、まさま深いところまでこう、はい、レースを、はいはい、今本当にスマホを使ったスポーツ観戦の、そういった環境というかね、うん、はい、そういう文化もどんどん広がってますので、はい、ぜひお手元にスーパーフォーラーの楽しさをすべて感じていただける、そういう、はい、楽しみを提供したいなと思ってます、はい。そして23年なんですが、はい、よりいろいろとまた新しく、はい、どんどんと進んでいくわけですよね、この SF。 そうですね、はい、23年1月の中旬からですね、無料コンテンツを提供開始させていただきまして、うん、2023年4月の開幕戦から、はい、いよいよ有料コンテンツも提供したいと見つめてます。はい、はい、ここにいろいろと有料と無料のいろんな特徴も書いてあるんですが、無料の方ではですね、さまざまな皆さんの好きなチームやドライバーのお気に入り登録してもらったら、うん、そういった方がどんどん情報を送りますし、有料コンテンツの方ではさっき言った軸になりますオンボードとかライブ映像みたいなものをしっかり見ていただけると、はい、そうですね、はいはい、より応援の方も細かく、はい、そして自分の推し、そうですね、推しですね、ドライバーをしっかりとこうね、はい、ツールを使って応援することもできるような、結構野尻さんの車載はライバルチームが絶対見てると思うんですけどね、推しじゃなくても、推しじゃなくてもうライバルがそれを見て研究するツールにもなってる、はいはい、野尻選手はこれのテストは結構他のチーム見てたって、私実況してましたら隣で塚越光大選手が解説してる時に SF GO で、はい、あと誰々選手は何秒 OPS が残ってますとかそういうことを見ながら解説もされてましたね、はい、ちょっと解説も変わってきました、ね、本当ですよね、はいはい、でもこういったものをファンの皆さんたちに直接お届けできるっていうのは本当に今までと違う視聴体験できますので、うん、本当にこれはねファンの皆さんに楽しんでもらいたいと、はい、今もちょうどこういった具体的なですね、このツールの今、こういった情報が出てきますよ、そうですね、ちょっと今までにない情報がいろいろと出てくるという点では本当にちょっとざっくりした言い方ですけど、三木さんハイテクですよね。そうですね、私もピエールさんとほぼ同い年というか、はい、同じ学年のまさにこう昭和からすると覚醒の感だなというのはありますね。SFO、ミキさん的にはもっともっといろいろ期待もあると思いますけど、どんなところをご期待されてますか、このツールという部分では。はい、今のコンテンツはですね、今上野さんがご説明いただいた通りなんですけども、はい、我々これ JLP さんとよくお相談しているときに、早くこれを SF ももちろんそうですし、モータースポーツ全体のプラットフォームにしたいなと、はい、単なる一つのコンテンツだけのあるアプリではなくてもプラットフォームにしたいと。でそれは、よく DX デジタルトランスフォーメーションって言いますけど、はい、あれは別にデジタル化すること自体は、正直言ってどうでもよくて、トランスフォーメーションをするための一つのツールとしてデジタルが有効なので使いますと。でやっぱりモータースポーツはいろんな今まで接触のなかったリレーションのなかった人であったり物であったり世界であったり産業であったりビジネスであったりというところと非常につなげなければいけないところだと思ってます。でそれをデジタルでつなげる、これがモータースポーツ SF での DX だと思ってますんで、それのプラットフォームとしてSF GO アプリをどう発展させていくかっていうのが非常に重要かなと思ってます。はい、さあ、今日ゲストで来ていただいております渡辺さん、佐藤さんにもちょっと聞きたいんですけれども、ドライバーの魅力を伝えるっていうところでは本当にメーカーとしては車も用意したり、あるいはエンジンも用意したりというところのものの部分もありますけども、やっぱりキャラクターであるドライバーをどういうふうにファンの皆さんに知っていただくかという点では本当にいろいろとですね、この興味も終わりな部分かなというふうに思いますけども、渡辺さん、
どうですか、こう全体的に今いろいろ話も聞いていただきましたけれども、その重要性っていう部分でドライバーの魅力もっともっと伝えていきたいですよね、メーカーとして、ね、そうですね、やはり、まあ、メーカーとしては、まあ、スーパーフォーミュラそのものがドライバーズ、まあ、レースということなんですけども、はい、もっともっとドライバーの情報スキルも含め、うん、もしくは人みたいなところも含めてですね、はい、発信してファンの方々と共有することで、もっと自分はこの人を応援しようっていうようなことがね、うん、出てくると、もっと熱いファンが増えてきて盛り上がりが見せられるんじゃないかと思って、非常に重要だと思っています。はい、佐藤さんは SF5 のこのデジタルの部分っていうのは結構興味は終わりなんじゃないですか。いや、もうこれ本当に現場で見てて、はい、もう今までと全く見方が変わった。さっき彼さんおっしゃったね、はいはい、あの通りで、いろんな情報がリアルタイムで入ってくるので、はい、いわゆるモータースポーツの面白みっていうのがね、うん、2倍3倍になってるなって気がするんですよ、はい、でいつも現場で思うのは、本当に SF のドライバーは超一流のアスリートだと思うんですよ。なるほど。そのアスリートがしのぎを削っているリアルっていうリアルの持つ価値、はい、やっぱ現場でないとわからないものってやっぱりあって、うん、でもなかなかこう現場に足が遠いっていう方も実際多いと思うんですよね。でこういうデジタルツールで、はい、その手前のところでね、まず知っていただいて、うん、あ、興味持っていただいて、あ、じゃあ現場行ってみようかな、こうデジタルとリアルがこうクロスにね交互するような、はい、まあ、そんなきっかけになるんじゃないかなっていうふうに期待をしています。はい、今 WRC の話をちょっとすると、 WRC は確かアプリがあったり、あるいはそういったツールでね、皆さんずっと、まあ日本の開催がなくてもトヨタはずっとそのアプリを通じて応援されてて、でやっと現実に来た時にものすごい数の皆さんがいらっしゃったって、僕はそういうふうにもちょっと思ったんですけれども。そうですね、はい、全く本当に同じような形でね育っていくといいなと思うんですよね。うん、ぜひサーキットに来られない人にもこの魅力をたくさん伝えるツールとしては SF5 っていうのは非常に楽しみだなというところは皆さんに改めてお伝えしたいなと思います。さあ、短い時間でございましたけれども、貴重なお話をいただきました。渡辺さん、佐藤さん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、この時間はモータースポーツの魅力をどう伝えていくか、まだまだお話を伺いたいところでございましたけれども、ホンダレーシングの渡辺浩二社長、そして GR カンパニーの佐藤浩二プレジデントにお話を伺いました。どうぞ皆さん大きな拍手をお送りください。これからも引き続きお力をお貸しください。ありがとうございます。で後ほどまたフォトセッションなどにもご参加をいただきますので、皆様よろしくお願いいたします。さあ、ということで続いてですね、さあ今度はニューマシンの話をしてまいりたいと思うんですけれども、それについてはですね、まあ、ここのやっぱり部分はこの方たちに登場していただかないとやっぱり話が進まないだろうということで、今年1年現役選手よりもはるかに長い距離を走行したこのお二人にも登場していただき、そして時間を進めてまいりましょう。スーパーフォーミュラネクスト号開発ドライバーの石浦博明選手と塚越光大選手に登場していただきます。どうぞ拍手でお迎えください。はい、ということで今シーズン一番多分サーキットを走ったドライバーかも分かりません、このマシンでね。はい、大変でした。いや、そんなお話もではね、聞かせていただきたいと思います。じゃあどうぞ石浦さん、塚越さん、皆さんそしておかけください。さて、気になるニューマシンでございますけど、まずは皆さんにはお見せしたい映像がございます。こちらをご覧いただきましょう。どうぞ。さあ、ということでテストの様子、そして特徴、そういったところを少しまとめた映像ではございましたけれども、石浦さんにもう一回聞きますけど、はい、たくさん走ったんですね。そうですね、はい、1万キロ以上って出てましたね今。さっき初めて知ったんですよ。あ、はい、そうなんですか。普通の距離じゃないですよ。
1万キロ以上はレーシングカーで走る距離としてはちょっと尋常じゃない距離ですか、はい、そうですね、まあ、現役ドライバーたちも先日テストがありましたけど、はい、やっぱり8時間走るっていうのは、はい、なかなか現役ドライバーたちもかなり大変だっていうコメントが多かったんですけど、まあ、その中で塚越選手と一緒に、まあ、新しい車のなんですかね、実際にサーキットで使われるところも想定して、うん、まあ、ロングランの評価なんかもたくさんしたので、はい、本当にずっと走り続けて、うん、はい、あの土屋武さんが休憩を入れてくれなければもう本当にどうなってしまうんだろうっていう、はい、感じでしたけど、なるほど、それは、はい、土屋武さんへのお礼の意味という感じでいいですか。半分そうです。半分そう深い意味がありそうですね、はいはい、そしてあのドライバーからすると塚越選手もちょっと聞いていいですかね。はい、デザインちょっと今ここに実はございますよね、はい、こちらがもう皆さんご存知だと思います。2023年シーズンから新たに導入されるニューマシーンでございます、 SF23 です。これ改めてこういう場所でもありますけども、デザインご覧になって塚越さんいかがですか。とても曲線が綺麗で、すごくグラマラスな感じに なって、かつ僕特にフロントウィングの迫力だったり、はい、リアウィングの、造形だったり、うん、すごく迫力が増して、はい、初めて見た時もすっごいかっこよくなったなっていう。今の1級ももちろんかっこいいんですけど、割と直線的なデザインなんですけども、はい、まあ、今、2022年のこう世の中のこうデザインに沿った新しい形になって、すごく僕としてもワクワクした、見た目になったなと思います、はい、石浦さんも同じ質問ですけど、デザインはやっぱりワクワクしますか、はい、そうなんですよね。僕も塚越選手と一緒でフロントウィングの 3D 感が好きなんですけど、上野さんは僕はお尻ですか、はい、リアウィングが好きなんですよね。そうなんです、はい、でもこんなかっこいい車ならもう本当に今年もたくさん走りましたし、はい、また現役で走りたくなっちゃうぐらい本当に、まあ、本当にこの後も話があると思いますけど、はい、まあ、追走とかやっても、本当にバトルがしやすい車にもなってるので、本当に来シーズン使われるということで楽しみですね、はいはい、さあ、じゃあよりその、まあ、今ちょっと、まあ、課題にも出てきましたけれども、まあ、カーボンニュートラルという部分だったり、まあ、今年1年さまざまな開発をしてきたわけですけれども、改めて上野さんからね、はい、どんなことをこの開発の人として取り組んできたのか。この資料にありますとおり、エンターテインメント性の向上と、うん、まあ、カーボンニュートラルっていうのは2つの大きなテーマを同時に進めていこうというのが開発の目的でした、はい、で、まあ、空力ではさっき石浦さんからお話があったみたいに、まあ、接近性を生み出すようなパッケージにしたかったのと、うん、まあ、素材に関しても、まあ、一部そういった天然素材を使って、はい、まあ、これからの新しい乗車社会に貢献できるようなものをしっかりと作っていこうと。でまたタイヤもですね、今回の 33% を、まあ、天然素材でありますとか再生ゴムを使ったような、まあ、そういうようなカーボンニュートラル素材を使った、まあ、本当にカーボンニュートラルレーシングタイヤと呼べると思うんですね。そういったものを、はい、まあ、性能を避けることなく導入できることができました。でまた燃料についてもですね、さまざまなカーボンニュートラルの燃料をテストしまして、うん、まあ、これちょっと最後の音のところはこれはもう両メーカーのこだわりなんですが、はい、まあ、ぜひね、やっぱりこの我々内燃機関でやってるレースですので、まあ、しっかり音もこだわってですね、さまざまなサウンドの実験を今年やってまいりました、はいはい。最終的には今映像の最後にもありましたけれども、モテギのテストで、そうですね、はい、最終的には11月の21、2の2日間にモテギで最終テストを行いまして、まあ、そこで開発テストの評価を踏まえて正式に2023年からこの SF23 を導入することを決定いたしました、はい、ということは今こちらにある車両がベースとなって、全チームがこのエアロで来シーズンを走るということになるわけなんですね。まあ、でも本当に先ほどドライバーのワクワク感という話もありましたけど、やっぱり塚越さん見た目って大事ですよね。大事だと思います。レーシングカーとして、はい、やはりパッと見た印象で、あ、かっこいいなって、素敵だなって思う、はい、やっぱり魅力っていうのは僕もやっぱりそのモータースポーツに惹かれたやっぱり一つの要因だと思いますので、うん、すごく大切だと思います、はい、今結果としてこういう具体的なものがあるわけですけれども、それに至るその今ちょうど63レース分のテスト走行を実施と、膨大な量だなという、これだけの項目に分かれてこれだけたくさん走られたということで、まあ、開発テストのそのなんて言うんでしょう、現場って私たち知らないんですけど、どんな感じだったんですか、その雰囲気というか現場のもの。まず僕もそうですし、石浦さんもその今まで
車を速くするためのテストっていうのはいろいろとやってきたんですけども、はい、その未来に向けて、うん、そのレースのエンターテインメントだったりその素材だったりカーボンニュートラルだったりっていう新しい課題に向けてのテストっていうのを初めて今年やらせてもらいまして、はい、まあ、やっぱりすごく責任感もありましたし、こうこれが将来採用された時にやはり同じドライバーから、やっぱりドライバーってわがままなんで、はい、佐藤さん、はい、石浦さんよく存じてます、 どうしてこんな車を作ったんだって思われたらやっぱり悔しいし、そうならないようにやっぱり魅力ある車にするために、もうまずは本当自分たちでしっかり、目標に向かって頑張ろうっていうのは、はい、多分2人ともあったと思うんですね。なるほど。でさらに今回いろんな各チームのオペレーションのもと参加してる全チーム、僕はまあホンダですけども、はい、石浦さんがトヨタの全チームに乗って、はい、いろんなみんなの協力のもとテストさせていただいて、うん、でまたホンダさん、あ、ホンダトヨタとそれぞれのエンジニアスタッフがこういろんなアイデアを出し合ってやったっていう、うん、なんかこう今までになくこう一体感のある、あ、なるほど、はい、なんかね、はい、みんなでこう一つの目標に向かってやってきたので、うん、僕も今までこう話したこともないとか話す機会もない人たちといろんなコミュニケーションを取って、また先ほど音の話ありましたけども、もうその両メーカーのもう責任者たちがこれもうちょっとこうした方がいいんじゃないかとかちょっと見せてよとかそういう話をしている姿も見て、なんかすごく素敵だなっていうふうにちょっと感動しました。はい、上野さん、なんか本当に全チーム、そうですね、はい、メーカーも垣根を越えてなんかワンチームでやってるって感じですね。はい、これ多分皆さんにまだご案内しなかったんですけども、全てのテストはそれぞれのチームが持ち回りでやってもらってます。全チームがこのテストに参加してます。ですから本当にこのスーパーフォーミュラに関わる全ての皆さんたちがこの開発に関わってるっていうのは、うん、本当に僕嬉しかったですね。はい、はい、まあ、石浦さん、今この項目の中にもその空力テストのマイレージだけでも3000キロ弱、まあ、タイヤのテストなんかは7000キロも走ってるというところでは、さっき空力でね、はい、ちょっとその、まあ、最初のテーマの一つとして、いわゆる接近戦を、はい、できるようにという話もありましたけども、具体的に結構いろいろとああでもないこうでもないっていう意見から、はい、いろんなことを想定して、はい、そのテストに取り組んだわけですよね。そうですね、まず現役の今使われている車両で、みんなが走ってるようなエアロの状態でまずデータ取りをして、はい、まあ、そこから、どうやって効率を良くすると、まあ、後ろの車に対する影響が減るかとか、うん、まあ、しっかりちゃんと各サーキットで、普通こういうのって一つのサーキットでデータ取ることが多いんですけど全サーキットでやったので、うん、まあ、それが必ずなんですかね、科学的にというか、うん、データがある状態で、いろいろ積み上げていって、この新しいボディカウルにつながってるんですけども、まあ、このボディカウルになってからも、2台で追走テストなんかをやって、はい、実際に今までよりも接近して、走ることができるっていうのも2人で確認も取れましたし、うん、はい、そこに関してはもうどのドライバーに聞かれても2人とも自信を持ってちゃんと近づけて走れたっていうのが言い切れるような結果にもなってますし、はい、まあ、それ数字にも残ってますし、はい、まあ、そういうことができたっていうのはなかなかこういうテストをやらせてもらえるってことも今までなかったですし、まあ、いろんな開発テストやってきましたけどここまでこの開発テストが注目されるっていうこともなかなかなかったのかなと。それはやっぱりカーボンニュートラルとかもうレースを面白くしたいっていうすごい大きな壮大なテーマがあったことに対して、まあ、メーカーの垣根を越えてチームの垣根を越えて、うん、みんながこう輪になって取り組んだことがしっかり今こういう形になってボディとして出来上がってるので、まあ、こういう車の面白いレースっていうのが、来シーズンお見せできれば本当にこの開発テストの甲斐があったなというふうに思います。なるほど、はい、今ちらっとヒントがあったんですけどちょっと気になったのはね、もう今現役のドライバーからどんな車なんですかとか、なんか肝は何ですかとか、いろいろテストドライバーの立場で、まあ、守秘義務はあると思うんですけど聞かれたんじゃないですか、いろいろ。そうですね、車が変わるっていうのは、現役ドライバーたちにとって一番のポイントは正直見た目じゃないんですよ。はい、今までの勢力図がリセットされてしまうっていう。なるほど。いかに早くこの車の速く走らせる特性をつかむかっていう、みんなそこで頭がいっぱいなので、はい、もうテストの時からまあ、おそらくそこにいる野尻選手もそうでしょうけど、まあ、どんな特性なのかっていうのがみんな気になってるので、はい、で実際
面白いポイントとしては来シーズン開幕前のテストの時間がかなり少ないんですね。なるほど。これまたあの短時間でいかにこう仕上げるかっていうのはチーム力だったりドライバーの経験値だったり、そういうところも問われてくるので、うん、一旦リセットされるって面白さもあるし、そこからみんながどうやってこの車をうまく使っていくのか、なるほど、そういうところも来シーズンの見どころとして面白いのかなと思います。はい、塚越さん、テストなんかしてる時に仲のいいドライバーから LINE が飛んできたりとかなかったんですか？まあ直接やっぱり来て、やっぱり特にエアロが変わった時にそのやはり、まあ、レースでのバトルが多くなるようにっていう、もっと本当に実際正直にどうなんですかみたいな、それまでにこういうあのメディアさんの、うん、まあ、話でいやすごい変わりましたっていう話はしたんですけども、ね、もうこそっと本当はどうなんですかみたいな感じで、はい、まあ、エンジニアも含めて結構聞かれたんですけども、まあ、本当にその、まあ、後ろの車のに対してのエアロはものすごく良くなっていて、接近戦に関してはかなり増えると思います。そこは正直石浦さんともやっぱりこの新しいエアロで走るまでは、うん、どういう結果になるのか楽しみであり不安であり、はい、鈴鹿でテストするの本当ドキドキだったんですけども、はい、その僕たちのやってきた成果がしっかり実際に本当に肌で感じましたので、そこに関しては来季のレースが盛り上がるようになってくれると信じています。まあ、上野さん、今聞いてる限りで本当に今までにやったことのないそのテストをやって、そしてワンチームで取り組んできたことが面白いことになってきたぞっていうのはちょっと我々今も聞いてるだけで感じますが、ファンとして本当に楽しみですね。はい、まあ、その中の注目の一つでもあったそのカーボンニュートラル燃料っていうのについては、まあ、どんな状況か。そうですね、はい、燃料につきましては実は2023年の燃料の導入は見送っております。はい、はい、で、まあ、これは当然来年もですね、未来に向けて適合性のテストみたいなものをしっかり継続していこうと思っているんですが、まず2023年については燃料については見送るとですね。はい、うん、はい、まあ、一つ我々もゴールとして、まあ、その国内で生産された燃料でレースをやりたいといった思いもありますので、まあ、いろんな可能性を、まあ、両メーカーとね、この話し合いながら、でまたすでに導入されるいろんなプロモーターさんたちとも連携しながらですね、進めていきたいと思います。はい、まあ、とはいえやはり社会の関心事としてはやっぱりカーボンニュートラルというのはこれも切っても切れないですけど、はい、そのあたりはちょっとミキさんにもお話を伺いたいんですけれども、はい、まあ、今後どういうふうに取り組むべきであるというようなお考えというのはありますか？そうですね、まあ、もともと私このお仕事もエネルギーというところから入って、まあ、私自身がエネルギービジネスだったりエネルギー政策の専門家という一応売りではやってるんですけども、はい、エネルギーとカーボンニュートラル環境問題って本当に裏表ですね。うん、で、まあ、先ほど石浦さん、塚越さんからもある通り、こういろんなこうテストをしましたというのも、まあ、よくフォーミュラカーって走る実験室って言われることありますけども、はい、まあ、私としてはあるいはデル・トーマスとして見てるのはこれは走る社会実験室だと思ってます。単なるテクノロジーとかメカニカルの部分だけじゃなくて、いかにそのカーボンニュートラルが最終的にはエネルギー課題であったり、もっとその社会のサスティナビリティにどう貢献できるかっていうところをまさに走りながらやっていますと、うん、で走ってるだけではなくて、このイベント SF っていうイベント自体がどうサスティナブルに社会に貢献していくかっていうのを全体で社会実験してるっていうところ、うん、まあ車両は当然その中心なんですけども、まあ、そういったところを突き詰めていくと結果としてそのカーボンニュートラルをやってるっていうことがエネルギー問題であったり、あるいは社会全体の問題の解決に貢献してますと、はい、SF がこれだけ貢献してますということをきちんと社会に分かっていただけるようになると、うん、まあ、より一層 SF が面白くなるのもそうですし、いいスポーツだねというふうになっていくんじゃないのかなと思ってます。はい、まあ、実際2022年も少しずついろいろな取り組みはまあやっていまして、まあ、例えばサーキットの、ね、使う電力についてはいろいろとそういったまあグリーン化といいましょうか、まあ燃料についても少し変えていこうとか、あるいはまあサーキットごとであったりしますけども、ゴミの分別をいろいろ変えていこうだとか、そういったこともやってます。まあ、上野さんとしてもやっぱりそのあたりというのは大事なところに置いて、そうですね、はい、まあ、我々レースがずっと長く続いていくためには何しなきゃいけないかっていう、うん、はいはい、そういったところですかね。そうですね、やっぱりその SDGs という観点で、まあ、様々な課題にやっぱり向き合っていこうと、うん、はい、例えば我々はその来年、まあ、バリアフリーにもね少し力を入れて、はい、
そのまあプロモーターとしてしっかりとそういったあの社会的責任を果たしていこうということで、まあ、来年あの聴覚障害者の皆さんたちにね、はい、レース楽しんでもらえるように、まあ、あの岡山放送さんが今 S 帯で取り組んでらっしゃるんですけども、うん、まあ、そういったあの聴覚障害者の方々にも手話放送とかで楽しんでいただけるような、そんなねあの環境だけじゃない、うん、この社会貢献みたいなものをしっかりしたいなと考えています。うん、もっともっとたくさんの人、いろんな人たちを入れられるレースシリーズでありたいということですね。はい、わかりました。さあ、マシンの話はドライバーの皆さんにもなんか具体的に聞いてて、もう今すぐでもちょっとこのマシンでレースをやってもらいたいなっていうワクワク感がありましたけれども、はい、いろいろお話を伺わせていただきました。ニューマシンの SF23 の開発について伺いました。この時間のゲスト、ネクスト号開発ドライバーの塚越広大選手と石浦博明選手でした。お二人ありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。自信を持っておすすめできる車になりました。いいですね。嬉しいですね。本当ですね。はい、本当楽しみです。さあ、ということでここまで進めてまいりましたけれども、そろそろですねお時間の方も迫ってまいりましたが、ここででは最後にもう一度、チャンピオンであります野尻智樹選手にご登場いただきまして、2023年のスーパーフォーミュラについて概要説明をさせていただきたいと思います。さあ、それでは野尻選手に改めまして、こちらにお越しいただきましょう。どうぞ大きな拍手をお迎えください。はい、ではどうぞ皆さんご着席ください。ちょっと先に野尻選手に質問は何も予定はしてなかったですけど聞いていいですか。今23年のマシンの話、はい、2人のドライバーからしてたじゃないですか、はい、どんなフィーリングですか、はい、聞いてて。どんな感じ、感触としては。そうですね、まあ僕は3連覇がかかる身なので今変えなくてもいいんじゃないっていうのが率直な思いだったりもしますけどね。ちょっとその答えを僕もちょっと実は、はい。でも見た目としてはこうよりこのフォーミュラーの今風なデザインになって、うん、すごく洗練されているなというそんな印象はありますね。なるほど、複雑な気持ちですね。さあ、では、2023年についてのですね概要説明という点で、では、はい、上野社長からですね、そうですね、はい、ご説明お願いしたいと思います。はい、まあ、来年のカレンダーを、あ、すみませんね、はい、来年もースーパーフォーミュラは7回で、はい、休戦でございます。来年の4月の8日9日の富士スピードウェイを皮切りに最終戦の鈴鹿スタートまで、で来季はですね、7大会休戦という形で、4月の開幕戦の富士と10月の最終戦、この象徴的なこの2つの大会を2レースで実施し休戦で行います。で、4月の鈴鹿と8月の茂木は 2&4 という全日本の JSP クラスとの併催による 2&4 レースにして、まあ、全休戦で戦うとなっています。で、ちょっとお気づきの方もいらっしゃると思うんですが、大会名でですね、第4戦のオートポリスと第5戦のスゴ、この2つをですね、九州大会、東北大会という、まあ、地域名を大会名にいたしまして、はい、まあ、ぜひ地域全体でですね、盛り上げていく大会にしたいなというふうに考えています。はい、さあ、来年のスケジュール、それからレースのフォーマットについてここで発表させていただくわけなんですけれども、ミキさんとしてはデロイトトーマスとして来年のスーパーフォーミュラーにどのようなサポートをお考えかというところをお聞かせいただけますか。はい、ありがとうございます。まあ、大前提として当然来年もサポートさせていただくんですけども、やはりちょっと今年のいろんな反省点を来年生かしたいなと思ってます。もう少し我々としてはスピーディーにこういかにこう皆さんにいろんなステークホルダーの皆さんに見える成果を出したいなと思っていたんですけども、まあ、なかなかそこまできちんとリーチしなかったという大きな反省点あります。ただじゃあ何もしなかったかというとそうではなくて、種はまいてますと、で一部大きな芽吹きはありましたと。ですんで、来年はですね、こういったいろんなところに、まいた種、まあ先ほどちょっとトランスフォーメーションみたいな話もしましたけども、そういったところを、GRP の皆さんももちろんそうですし、ドライバーの皆さん、それから、もちろん PL さんも含めてですね、いろんな関係者の方々と、早く芽吹かせて、早く花を咲かせて、あ、なるほど、ネクストゴーってこんな面白いこと、いいこと、こんな効果があるんだっていうのを、もうちょっとこう、目に見える形で早くお見せしたいなと、まあ、そのために私も含めてデル・トーマツ・アレーチームを含めてですね、ご支援というか講演というかですね、なんか
サポートをさせていただきたいというふうに思っています。はい、ありがとうございます。ぜひ力強いお力添えをお願いしたいなと思います。さあ、そして野尻選手なんですけれども、まあ、今このラウンドですね、はい、第9戦まであるラウンド、まあ、どこが鍵になりそうだとか、何かこうこれを見てちょっとこう思い当たる、何かこう出てくることっていうのは何かありますか？そうですね、まあ、開幕からまず2戦行われるっていうところで、いち早く本当にこの新しいマシンをこう手なずけたものが、うん、チャンピオンシップ近づくと思うんで、もう初戦から目が離せないシーズンになるんじゃないかなとは思いますね。はい、やっぱり新型マシンをどう、やっぱりこの週末に2回レースある、ここで大きなポイントを連続して取れるか、それともちょっと出足が鈍く、やっぱり大きなポイント取れないかっていうところは、ちょっとシーズンに響きそうですかね。かなり響くと思います。なるほど。なので初戦から注目していただきたいなと。はい、はい、あと個人的には、まあ、昨年もなかなかこう、昨年というか今シーズンもですね、こう2連覇がかかったわけで、それを達成できたわけですよね。確か3連覇というのは達成したトップフォーミュラでは、ドライバーとしては、まあ、上野さんも、ね、鈴鹿でずっといらっしゃいましたから、鈴鹿で早かった中島悟さんが、 JRP の会長でもいらっしゃいますけども、中島悟さんが3連覇、80年代に遡らないとないというぐらい、誰も成し遂げたことがないここ最近は記録があるんですけども、それについてのモチベーションというのは今どんな感じなんでしょう？すごくありますね、うん、やっぱりその3連覇というものに挑戦できるものもすごく少ないわけで、その記録に挑戦できる喜びももちろんありますし、はい、記録だけでも並ばさせてもらいたいなっていうそんな思いがあります。記録だけでも、記録だけでも、はい、で、 できれば、でももっと横を言うならば、記録並んでさらに自分でしか到達できない4連覇っていうのもまだ可能性も、そうですね、それは夢としてまだ取っときたいなと。はい、目標は今の来年のスーパーフォーミュラで3連覇を、はいはい、達成するっていうところですね。はい、まあ、トヨタも、ドライバーラインナップ発表になりました。そして昨日ホンダもドライバーラインナップ発表になりました。どうでしょう、ご自身の、まあ、位置というか、それから、まあ、なかなかライバルがまだ、テストもしてない状況ではちょっとわからないかもしれませんけど、どんなシーズンを予想されますか、あのメンバーで。僕らでも予想はできません。はい、なので、見てくださる皆さんがはそれを楽しみに見ていただきたいなっていうところです。個人的にはやっぱり一番上にいたいですけど、そうそう甘くないのがこのスーパーフォーミュラーなので。なるほど、はい、そこら辺も期待してもらえたら楽しいんじゃないかなと思います。はい、ライバルも SF5 のアプリできっと野尻さんのドライビングをしっかり研究してくるでしょうし、まあ、簡単ではないですよね。もちろんみんなプロフェッショナルのレーシングドライバーで、チームもプロフェッショナルですし、その戦いっていうのは非常に厳しいものなので、なんとか乗り越えていきたいなっていう思いですね。はい、今日はSF5 のサポーターの皆さんも実はファン代表として今日この会見に来られていますけれども、まあ、全国にそういったファンもいらっしゃるわけでして、ぜひファンの皆さんも間近にいますから、ちょっと照れくさいかもわかりませんけど、最後にちょっとファンへの熱いメッセージをちょっといただきたいなと思います。まあ、僕が見逃してしまった情報もいろいろあると思うんで、こそっと教えてもらいたいなっていうことです。はい、ご協力いただきたいなと。はい、サポーターさんからも、はい、力を合わせて、はい、もう力はどこからでももらいます。なるほど、みんなで一つになって、ぜひ3連覇のじゃあ、ね、目的達成まで、頑張って進んでいただきたいなと思います。はい、ということで野尻智紀選手、まあ、短い時間ではございましたけれども、チャンピオンにもご来場いただきまして、3連覇へ向けて、そして来シーズンへ向けてさらなる活躍が期待できる、そんなコメントもいただいたところでございました。改めまして大きな期待で来シーズンも応援しておりますので頑張ってください。はい、野尻智紀選手ありがとうございました。どうぞ大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。2022年全日本スーパーフォーミュラ選手権ドライバーズチャンピオン、野尻智紀選手でした。ありがとうございました。どうぞそれではご登壇ください。そしてここまでいろいろなプレゼンテーション、そしてご挨拶もいただきました、JRP の上野さん、そしてデロイトトーマスの三木さん、どうもありがとうございました。どうぞ拍手をお送りください。ありがとうございます。さあ、ということで、以上をもちましてですね、 SF ネクスト GO 22年の成果報告、そして2023年取り組み発表会は終了とさせていただきます。ではこの後ちょっとステージを整えまして、質疑応答の時間をさせていただこうかと思います。少々じゃあ整いますまでお時間お待ちください。では
質問のある方はどうぞお手の方を挙げていただければと思います。お願いいたします。フリーランスでライターをしております伊藤あずさと申します。よろしくお願いします。まずSF GO アプリについてお伺いしたいんですけれども、個人的にも実はダウンロードして活用させていただいていたんですけれども、すごく面白いアプリでレースファンとしてはすごく面白かったんですが、逆に初心者にとってはまだちょっと難しい点もあるのかなっていうところがあったので、もしそういう、まあ、レースファン以外にもこれからレースを楽しみたい人のためにも何か新しいことをお考えでしたら教えてください。もう一点野尻選手にお伺いしたいんですけれども、まあ、今回今年はもう3連覇がかかって、来年ですね3連覇がかかっているということで、まあ、ドライバーの本業としての仕事の方が大変だとは思うんですが、一方で野尻選手の発信っていうのはすごいファンに注目されていて、まあ、どんなことを話されているのかなっていうのは皆さん見てると思うので、そのレースファンであったりこれからまあレース好きになる方に向けてこれからどんな発信をされていきたいか教えてください。はい、ありがとうございます。じゃあ先に SF GO のアプリについては上野さんからそうですね、はい、ご指摘の通り、ね、大変まあコアファンがすごく喜びそうなアプリに見えるんですけども、多分我々はこの見方みたいなもの、まあ、取説という表現をすると少し今風なんですけども、まあ、どうやったらこのアプリを使って、楽しめるかというのをですね、これからいろんな形で我々が PR するのがすごく大事な仕事と思ってるんですね。ですからいわゆる材料を用意しましたと。でどうやったらこれが面白いんだっていうのをさまざまなドライバーファン皆さん語り部の方たちにですね伝えてもらう。でもう一つが今回の特徴はですね、やっぱり動画も含めてファンの方々がそれをいろんな SNS に上げられるようなそういった仕組み作ってるんですね。そういったファンの方々が楽しさを伝えてくれるっていったようなそういった方々のお力も借りながら、このファンと一緒に楽しさを伝えていく作業をしていきたいと思っています。はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあ野尻選手のご質問、はい、お答えいただけますか。はい、発信というところですけれども、非常に難しいところがあるかなと思うんですけれども、まあ、今僕はこうチャンピオンとしてここに来させてもらってますけれども、まあ、なんて言うんでしょうね、このネクスト GO が、まあ、50年先っていうところがまあターゲットになってくると思うんですが、まあ、50年後先のこのチャンピオンというものは僕らが発信するわけではなくて、誰かがもっともっと発信してくれるようなそういう大きな輪を作っていけるように、いろんな方々と調整だったりをしながら、このドライバーの価値であったりドライバーの見え方、そういったものを作り上げていきたいなと思います。あとはまあ個人的にはもっと面白い発信がたくさんできればいいかなと思ってますけど、まあいろいろ難しいところもあるんで、そのまあできない理由はあんまり探したくないなと。どうやったらそういう面白い発信ができるかとか、そういったところをいろんな方々の協力だったりお力借りながら進めていければなと思います、っていうのが勝手な個人的な意見です、はい。モータースポーツ .com の AB です。よろしくお願いします。上野社長に、来期のレースカレンダーについてちょっと2点お伺いしたいです。来期は、全9戦、まあ、1戦今年と比べて減る形になるんですけども、はい、上野社長も、常々、まあ、レースは、まあ、10レースよりもさらに増やしたいというような、まあ、ご意向も聞いてたんですけども、その中で、まあ、1戦減ることになった経緯っていうところが1点目と、はい、まあ、それに伴って例えばまだレース距離とかは発表されてませんけども、1レースあたりのレース距離、まあ、今はかなりスプリント寄りになってますけども、そこをこう増やしてマイレージ分をなんていうか減った分、1レース減った分相殺するだとか、そういったお考えがあるのかどうかというところを2点お願いします。はい、ここはバッチリ QA 用意してますんでよかったですね、ありがとうございます。実はですね、前々からね、エビさんとはもういろんなお話をさせていただいて、まあ、やっぱり我々のこのスーパーフォーミュラーはこの海外から見た時にね、やっぱりマイレージが少ないというのは一つウィークポイントであったので、まあ、どんどんそのレースマイレージを増やしていきたい、テストを増やしていきたいというのはあるんですけども、当然これは急ぐたびにできる話でもないですし、まあ、いろんな我々 の, そのレースの環境とかをね整えながら、我々もチームもエントラントも力をつけながら増やしていくってことが必要なのが一つテーマで、実は昨年モテギで2レースやったんですけども、やはりかなりやっぱそのドライバーチーム含めてさまざまな方の負担が大きいという部分もあったんですから、まあ、一旦茂木戦を2&4にして9戦という形にしてます。ただやっぱり方向性としてはね、僕個人的にはどん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 レースを増やしたいし、やっぱり世界のドライバーたちがここで戦いたいと思えるようなシリーズにするためには、まあ、将来的にはレース数は増やしていきたいなとは考えています。だそのために我々もしっかり力をつけて環境を整えていくっていうのが一つですね。
レストカーで書いてますダンと言います。ちょっと品のない質問になるんですが、テストをされたお二方ドライバーさんに伺います。この車を女性に例えるならどんなタイプでしょうか。よろしくお願いします。大変答えに困ってしまう質問でございました、ダンさん。はい、じゃんけんポンしてくれますか。すいません、野尻さんも見た感じのなんか意見ちょっとね。そうですね、面白い発信、面白い発信今からあ、いいですよ、はい。今あの僕に質問されなくてよかったって言ったらそういうふうに言われましたじゃあお二人あのどちらが先でも、はい、構いませんが、石田さんお願いします一筋縄ではいかないなるほどいう感じですかね。はい、あの実際、まあ、テストで乗ってあのいろんなチームの、 あのセットアップとかで乗ってますけど、そのね、あのチームごとに僕が感じる感じ方が結構違ったんですよ。なのであこういう車なのかなと思ったら違うチームのセットで走ったら全然違う感じを受けたりとか、あちょっとまだ自分には手なずけられてないなみたいなこうちょっと難しいいろんな面があるんだなみたいな風に感じてます。なるほど、はい、じゃあ塚越さんお願いします。そうですね、まずあの、まあ、今年この開発をやらせていただいて、あの、まあ、こんなに注目されて開発することってなかったと思うんで、もうすごく愛着がね、まあ、あの、あって、もう仕事は自分の車だ、自分の彼女だぐらいの感じで、もうずっと一緒に共にしてきたので、あの、そうですね、でも本当いろんな、一緒にいろんなチーム行って、いろんなサーキット行って、もうあの、やりましたけど、今、石田さん言ったように、本当、ちょっと、まあ、その外見は変わらないんですけど、少しこうあの違う、ね、セットというか身にまとうものが変わると全然違うあの表情をしてくれまして、でましては最後あのドレスアップしたような感じで、あの普段、まあ、なんていうんですかね、一緒にいるこう普段着じゃなくてこうパーティーに行ってなんか着飾ったみたいな感じのもうあなんかあ綺麗だなみたいな感じに最後なって、来てくれたかなっていう感じはしますので、まあ、なかなかこう手なずけるというかこう素直な子にするにはまず僕の方がもうちょっと頑張んなきゃなっていうので、今年シーズンテスト終わったかなと思ってます。はい、ダンさん、気まぐれな女の子って感じですか、ね、気まぐれな女の子って感じですかということですが、あ、はい、とりあえずノーコメントを貫いておりますがそんな感じだと感じ取っていただければ、ダンさんご満足いただけましたでしょうか。ありがとうございます、はい、モータースポーツ .com の田中と申します。はい、ありがとうございます。ダンさんのように面白い質問はできないのかもしれないですけれども、開発ドライバーのお二人にお伺いをしたいんですが、今回のこの新しい車は接近戦がまあしやすくなるよねっていうような、ことが言われてますけれども、これってドライバーどういうふうに感じていらっしゃるんですか。どうしてその接近戦が増えるというふうに思われるのか、あの多分いろいろ空力のねその乱流っていうところだとは思うんですけども、ドライバーとしてどのようにお感じになられているのかお聞かせいただきたいなというふうに思います。いいですか、自分から。あの、まあ、例えば鈴鹿サーキットで走ったら、まあ、あの S 字の中とかラインがクロスすると、まあ、今までどうしても一定の距離があったものが、あの、まあ、この間も追走した時に、まあ、かなり近づいて走れるんですけど、実際にその状態で追走テストをやってる最中に、実はさっきちょっと映像に流れたシーンがあったんですけど、スプーンの2つ目って、まあ、チャンスを作りたいのでみんな近づきたい箇所じゃないですか。そこで塚越選手が僕にかなり近づいた状態で立ち上がれちゃったんですよ。でこれはミラーで見た時に今までにはない距離感だなって一瞬思ったんですけど、そこからオーバーテイクを使わずに 130R までに並びかけられそうになってっていうシーンがちょうどさっき編集されて使われてたんですけど、っていうことは今までオーバーテイクボタンが切れてしまったらもうちょっとバトルが減っちゃうとかそういうことがあったのが、来シーズンからは使わなくても並びかけられるところまで持っていける可能性がかなり高いなと思うので、まあそういう意味では、あとまあオーバーテイクシステムがより効果的に使える距離感にまでなる。でお互い押したとしてもスリップも結構効いたので、スリップを使ってる同士の2台も、並びかけられるとか、こう今までだったらちょっと無理だったシーンが、
かなり無理が効くということもあるんで、だからなんか後ろにいる立場からしたら嬉しいですけど、前にいる立場からしたら嫌だなっていう感じの状況にはなるかなと思います。無理が効くということは、そのダムホースが抜けないからしっかりなんかグリップを感じられてるから無理ができるというような感じですかね。そうですね、一番はやっぱりフロントのグリップが抜けて近づいた時にアンダーステアで全然あのタイムが落ちちゃうというか距離が空いちゃうっていうのがかなり少ないです。はい、いかがですか。はい、まあ、やはり鈴鹿でのテストがすごく印象的で、まあ、これまでの SF1 級ですと、後ろについた時だったり、もう S 字でこうラインがクロスした時に、そのフロン、前で走ってる車の、まあ、いわゆる空力、まあ、乱気流で、後ろの車は結構もう勝手に乱れちゃうんですね。ダウンフォースの影響が、結構風の影響がありまして。なので、まだまだタイヤは元気なんだけど、いい、まあ、空気を自分の、まあ、ダウンフォースに変えられないというところで、まあ、勝手に自分が、まあ、スピードダウンしてしまう。で、その、いい、風が当たる距離で行くと、車がまあ2台、3台ぐらい開くとちょうどいいっていう距離感で、走ってたんですけども、その、まず、交差した時の、空気の乱れが本当に少ないですので、もう自分がまず全力で走れる、状況っていうのがすごく増えてます。で、またそれが、今までよりも、まあ、1台、2台分ぐらい近づいた状況で、そのパフォーマンスを出せますので、まあ、先ほど言ったように、今の車、例えば SF1 級でも、その、例えばピットのタイミングが違って、タイヤが、新しい古いとか、まあ、ガソリン量は一緒なんですけど、まあ、タイヤの変えたタイミングで、本当に差があった時に結構接近してると思うんですけども、それがより同じタイヤの状況だったり同じ条件でもその位置でレースすることによって、まず、まあ、スリップ効くまでの時間が本当に、短くなると思うんですよ。今までだと、あ、やっとなんとなくスリップが効いてきたなっていう時でもうコーナー入るみたいな状況だったと思うんですけども、おそらくストレートの真ん中ぐらいで追いつくっていうシーンが増えてくると思います。そうなることによって今までなかなかこんなとこで抜くのみたいなシーンが増えるんじゃないか、そして、まあ、増えてほしいなっていうふうにはすごく思います。で、実際追走の時もやっぱりお互いなんだっけもう本気モードで走らないと、やっぱりちゃんとしたテストができないので、僕はもう、それこそ石浦さんをいつもこう抜くぐらいのつもりでやらせてもらって、でも1級だとなかなかそれが、ちょっと離れちゃうなっていうのを感じでしたけども、鈴鹿では本当にあのまま抜こうと思ったら、試験員で、もうそのまま 130R でこうインさせるんじゃないかっていうぐらいの感じがあったので、自信を持って、いけるんじゃないかなっていうふうに思ってます。そういう部分ではその手なずけやすい女の子という感じなんですね。こだわりますね。あ、すいません。まあそのバトルのチャンスは多分増えると思うんですけど、まあそこまで、ね、パフォーマンスを持っていくのはまたちょっと別の、はい、ところだと思いますので、野尻選手は上手なんで多分いい感じで手なずけ。野尻選手何か反論しなくていいですか。いや、僕はうまく転がされたいなと思います。ありがとうございます。もう一つよろしければ、上野さんにお伺いをしたいんですけれども、先ほどね、SNS とか YouTube のリーチ数が非常に増えましたというようなお話があったと思いますけれども、どういうお客様の層だったり、どういう場面でリーチ数が増えているかっていうのは、何かデータはありますか？そうですね、今年いろいろと、まあ、例えばアイドルの富田鈴さんたちにね、協力いただいて、まあ、そういう新しいファン層たちに対するファンマーケティングをトライしたりだとか、いろんな YouTube なんかもいろんなデザインも変えたりとかですね、本当にパッと見た目に明らかに変わったなっていったな変化つけてますので、まあ、そういういわゆる我々 のタレントの変化、そういった見せ方の変化によって新しいところに取れてるんだろうなというふうには理解しています。
また今後いろいろじゃあ細かくそういったマーケティングデータが出てくる可能性は、ね、しっかり検証しながら、はい、また分析して、はいはい、検証していくっていう作業になっているかと思います、はいはい、ありがとうございます、はい川口から取材しております佐久間と申します。よろしくお願いします、すみません SF5 アプリについてお聞きしたいんですけれども、こちらのもうすでに今シーズン、解説でも、実際にレース中にお使いになって、実際いろんなデータがっていう話があって、であの両社さんもこのアプリ大変興味深いという話だったんですけれども、これ例えばレース中に、チームスタッフの方がこれを確認するみたいなことっていうのはレギュレーション的に可能なのかどうかっていうところをお願いしたいと思います、ね、はい、もう皆さんすでに活用されております。はい、野尻さんの戦略がもうすでに皆さんに開示されています。はい、おそらく多分これはいろんなスポーツでも最近増えてきてるんですけども、どん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 こういった情報は開示してスタッツも開示してそういった中で皆さん戦略組まれてますので、はい、ちなみに、はい、レギュレーション上何の問題もございません。わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。電気新聞の藤田と申します。はい、レース、まあ、カーレースの世界でカーボンニュートラルに取り組むというのはものすごく価値があることだと思いまして、逆に取り組まないと結構その死活問題になると思っています。でそういう意味で言うと、もう燃料っていうのはどうしても避けられないところだと思うんですが、今回その23年はちょっとそこは一旦見送るというお話だったんですが、そこの経緯とかあと今後の見通しについて詳しくお願いします。はい、これは上野さんからでいいですかね。はい、そうですね、はい、まずはその今いろチームを取り巻くいろんな環境もございますので、一つにやっぱその経済合理性といいますか、今その海外から高い、燃料を購入して、取り組むことっていうのがですね、一つ我々のその体力的に、難しいのもあったというところと、まあ、さっき話の中でも申し上げたんですが、やっぱりゴールはその国内で生産される、生成される、そういった燃料を使えるような、そういった社会を我々目指していく中で、まあ、今一度適応性のテストの方に、舵を変えたというところですね。国内で生産するということは、まあ、バイオマスとかそういうものから植物とかそういうものから得る燃料というイメージですか？いや、特にいろんな選択肢を持っております。はい、東京中人中日スポーツ田村と申します。SF23 のデリバリーっていうのは大体いつ頃になるかっていうのが一つお伺いしたいのと、先ほど石浦さんが僕は喋ってたのかな、開幕前のテストが少ない、今年は少ないっていうことをおっしゃってたん でその理由はこのデータ上はちょっとよくわからないんで、その理由はどういう理由なのかもちょっと教えてください。じゃあデリバリーについては1月中にはほぼ全チームにデリバリーが完了しますので、まあ、2月はそういった車の組み上げセットアップの時間に費やしてもらえると思います。はい、ちなみに3月のモータースポーツ会社で、ファン会社でですね、はい、そこに前後した形のテストには新しい車でテストが行われるということです。であと3月のテストを減ったというのはですね、まあ、いろいろと今3月はいろんなカテゴリーの開発テスト、シーズン前テストが集中してますので、そういった過密スケジュールを回避する目的と、もともとベースの車両が1機の車体を使っている関係もありますので、まあ、その1回のテストでやって、まあ、今シーズン中にもう一度テストができないかというところを今模索しているところですね。はい、会社での時前後のテスト1回で開幕を迎えるって感じ。その通りです、今その予定です。わかりました。まあ、テストスケジュールまた改めて正式な発表をいたしますので、はい、日刊自動車の後藤と申します。はい、SF5 についてお尋ねしたいんですけれども、先ほど、ユーザーさんの方で編集して SNS に公開してもらってということをお話しいただいたんですけれども、これは一応放映権はフリーという形で認識で間違いなかったでしょうか？はい、映像については私どもが放映権を所有してますので、はい、ユーザーさんには一応30秒という尺の限定だけさせていただいて、はい、30秒以内の動画であれば皆さんが二次的に使用することを許可しています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと新しい SNS でちょっと何か広がりそうですね、それ30秒っていうのはね。もう今いろんな形で紹介されてますんでね、また皆さんとても編集上手でいらっしゃるから。なるほど、実に面白い。はい、わかりました、ありがとうございます。本日実は最前列に開発サポーターの皆さんで選ばれた皆さんというか、はい、いらっしゃってます。何か質問
したいことありますか？開発サポーター佐野康弘と申します。ありがとうございます。今日の話ありがとうございます。私たちファンとして の質問なんですけれども、多分もっとにわかファンを増やすことが SF すごく大事なんじゃないかなって私もすごく思ってまして、例えばそういうこのレース以外のタッチポイントというかイベントとかそういうのがもっともっと増えてほしいなって思ってるんですけれども、そういった予定とかっていうのはあったりされるんでしょうか？なんかミキさんとミーティングしてる時のメンバーのすいません。いやいや、あとでもとてもいやすごい、はい、いいところを聞いていただいたのは、実は私たちのマーケティングすごくにわかというのが大変キーワードになってまして、はい、そういった方々に対するタッチポイントはぜひ増やしていこうと思ってます。ミキさんちょっと、はい、ね、はい、ありがとうございます。全くもっておっしゃる通りだと思ってまして、で、まあ、にわかファン例えば100人来て、で1人だけ残ってくれれば、また次のまた100人で1人残ってってなってくるんで、まあ、そういうのが一つこのモーター SF に限らずモータースポーツの裾野を広げるベースを広げるところだと思ってます。で、いろんなタッチポイントがあると思っていて、まあ、これが SF5 アプリで、まあ、さっきデジタルがいろんなつなげるって申し上げましたけども、まあ、そこでつなげられればもちろんいいですし、あるいは僕らこういろんなところとリレーションがありますんで、今そことですね、本当にいろんな業界の方とどんなコラボがまずできるかと、でそこでタッチポイントを増やしてベースを増やしてというのをまさに絶賛検討というか、もうどうやってやっていこうかっていうふうになってますんで、ぜひご期待いただければと思いますし、もう一回ぐらい上野さんに言っていただけるともうちょっと進む感じになりますよね。まさかの叱咤激励ですね。はい、頑張ります。楽しみにしてます。はい、はい、ありがとうございます。すいません、SF5 サポーターやらせていただきました相澤と言います。1年間ちょっと楽しくスーパーフォーミュラー見させていただいて、でちょっと1点ですね、SF5 のオンボードの映像をいつも楽しく見させていただいてるんですけど、これをなんか今後、この、まあ、レースの最低といいますか、に、まあ、使用していけるのかどうか。今回、まあ、第6戦ですかね。大湯選手との、接触の件で、まあ、ちょっと、こちらから見てる側だと、ペナルティが若干違うんじゃないかなっていうような、認識もあったので、まあ、そういう差を埋める意味でも、このオンボードの映像を今後活用していくのかどうか、活用していけるのかどうかというのをちょっとお聞かせいただければと思います。はい。これですよね。VAR ですか。はい。当然、僕ね、実はサッカー大好きで見てるんですが、まあ、ドライバーにとってね、何が大事かっていうドライバーズファーストの考えで言うと、やっぱりちゃんと力を発揮した人たちが公平に、公正に、ジャッジされて、力を出し切るっていう環境を作るのが大事だと思ってるんですよ。で、実はあの後ですね、JAF の方とはもう審査委員会と本当に議論を重ねて、ぜひ我々のこのお客様向けのツールをね、その審判にも使ってほしいという形で、今そういった協議を始めてます。で、実際にはですね、我々のこういった支え映像もそういったジャッジの一つの参考として使っていただくような環境ももう作り始めましたので、おそらくこういったところが将来的に融合していってね、サッカーみたいなああいうデジタルによってフェアな環境を作れるといった場所になるのかなと思ってます。開発サポーターをしております久保田と申します。毎年茂木戦は特に見に行っていて、本当に去年 のインパルの2台のバットとかすごい興奮したんですけど、やっぱりこう友達とこう見に行くんですけど、ちょっと距離がやっぱりなっていう、もう終わりかっていう、こう意見がありまして、自分もそう思ってるんですけど、その先ほどレースを増やしたいっていうお話があったんですけど、こう距離自体は元通りこう300キロとか250キロとかに戻る可能性っていうのはあるんでしょうか？で、僕に集中してますね。はい、はい、今ですね、タンクの容量から計算される一番最大の距離で今レースをやってるんですね。で、当然300キロになると当然これはもう燃料たくさん使いますし、給油が入ってきますし、まあ、今我々のパッケージで言うと、今のタイヤの使用周回の、まあ、やるウィンドウと距離が、まあ、一番そのドライバーにとっても一番力が出しやすい、ドライバーの力を試すフォーマットとして正しいんじゃないかろうかなという、今そういう評価をしてますので、当然ね、皆さんがそういったご意見をいただくんですけども、今我々としては今年のシーズンに関しては無給油の200キロ弱の距離でやりたいなと思ってます。
はい、楽しみにしております。はい、ありがとうございました。 SF 総合サポーターの鹿島香織と申します。ドライバーの皆さんにお聞きしたいんですが、 SF 総合アプリどうしても情報がいっぱいありすぎて、どんなものが見てほしいかっていうのは今後提示していただけるっていうことだったと思うんですけれども、ドライバーさんからしてこういうところを見てもらうと俺かっこいいのがわかるよっていうところを教えてもらうと来年以降もすごい楽しんでいけるかなと思うので、ぜひドライバーのお三方から教えていただければと思います。あ、嬉しいですね。それどこでしょう。はい、かっこいいとこですか。難しいな。そうですね、まあ、予選も見れるんでしたっけ、はい、ですよね、はい。まあ、予選だったらですね、こう緊迫感がやっぱこのタイムを出していくときに出てくると思うんですね。セクター1誰が速い、セクター2誰が速いと、そういったものを見てたときに、いきなり一番下にいたやつがバーンって上に行く瞬間とかって現場のチームの中でもかなり盛り上がるポイントですし、よりそういったものを知ってもらえるっていうことはファンの皆さんにとってもその盛り上がるポイントがわかるんじゃないかなと。で、まああとは決勝に関しては、まあウィニングラップとかですかね。はい、そういったところもぜひ見てもらいたいと思いますし、まああと当然バトルもね、見ていただけるかなと。これ、戻ったりもできるんですよね。はい。なので、中継の映像でバトルがあったらその前後どうだったのかなとか、そういった楽しみ方もできると思うんで、レースが終わってからもしばらく楽しめるんじゃないかなと、はい、思います。ちょっと今、ちょうど今このタイミングでこの画像が出てきたんですけど、上野さん、ちょっと私、ご説明があったかどうかちょっと記憶が定かじゃないんですけど、今度は、スマホだけじゃなくって、パソコンも併用ができるっていうことになるんですね、この SF GO のアプリは。はい、一応1アカウントで2端末まで視聴可能ですので、まあ、こういった形でレース中継を見ながらですね、うん、まあ、マルチに手元の端末の方で野尻選手のガッツポーズを見ていただければ、はい、より楽しくこのアプリをということですね、はいはい、それが、来年はちょっと進化した形で一つ新しいバージョンアップするというところもちょっとお伝えしておきましょうか。あと無線もね、結構いろんなこと喋ってますから、無口な野尻でいきますかっこいいところってさっきありましたんでね、そこはかっこいいかどうかっていうのはちょっと、ね、はい、スマートな言葉遣いを心がけたいなと思いますあとは大丈夫ですか、他のドライバーの方は、まあ、かっこいいところをちょっと来シーズンは監督業で見せていただくことになりますかね。そうですね、で僕もやっぱレースファンからプロドライバーになったので、これ本当に夢のような端末で、僕も実は今日、まあ、今シーズンもチームのアドバイザーとして SF GO をタブレットで3つぐらいで見ながらやってたんですけども本当にでもファン目線から見ると僕もこういうのが見たいなっていうので言うと、今はテレビで見てたら例えばその時間リアルタイムでしか追えないですけど、まあ、その振り返ることもできるんで、あの時のバトルってこういうことが起きてたんだとかも、こう好きな選手 の, オンボードで振り返ったりとか、あとはピット戦略的に引っ張ってて、フレッシュタイヤに変えてすごいそこからもう連続で抜いて抜いてみたいなシーンって結構後ろの方でも真ん中辺でもいっぱいあるんで、まあ、そういうところのオーバーテイクシーンをなんか追いかけてもらえるとかっこいいところも見えると思いますし、まあ、あと人間ドラマなんで無線もそうですし、例えば失敗しちゃってトライしたけどクラッシュしちゃったとかでも見てたら面白いと思うんですけど、降りた後に悔しがってる姿とか、はい、ハンドルを叩いてるところとか、まあ、そういうところも映ってて僕らも見たりすることがあるんですけど、まあ、そういうドラマも全てが面白いと思うので、かっこいいとこだけじゃないかもしれないですけど、まあ、そういうとこもぜひ見てほしいなと思います。はい、丸写しになるってことですね、全てね。そうです、もう何も隠せないですからね。なるほど、はい、はい、塚越さんありますか、最後に。無線ってこれドライバーの声だけですか、それとも普通に。いや、チームの会話してるものが入る。ってことは石浦さんが喋ったら石浦さんの声も聞こえる。まあ今後そうなる可能性が高いかもしれませんね。意識しちゃいますね、それ妙にあいつ喋ってるぞみたいな感じになるかもしれないそうですね、まあ、でも無線聞けるのってなかなか日本だとね、F1 だと最近ピーとかパーとかなんですけど、はい、日本ではねみんなどう喋ってるのかちょっと楽しみかなと思うんですよね。結構無線聞かれるのって僕は恥ずかしいんで、いつもまあ、チームはいいんですけど、例えば、まあ、GT になっちゃいますけど、ちょっと違うメンバーで無線聞かれるのちょっと恥ずかしいなとか、今年開発テストしてて、はい、
例えばチーム GO だったら、あのレンと三宅と2人来てちょっと勉強させてくださいみたいな感じで無線聞かれててちょっと恥ずかしいなと思ってしたんで、まあ、あの無線聞けるっていうのはあのかっこいいところからその優勝した後のコメントだったり悔しかったり多分ドライバー その人間性っていうのはすごい出てくると思うので、はい、まあ、そのかっこいいところから本当いろんなところが見れるので僕としてはもう無線聞けるっていうのが特に、はい、おすすめかなと思います。はい、ありがとうございました。はい、ぜひこれからも活用してください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。さあ、お時間来たようでございまして、サポーターの皆さんから熱い質問をね、いっぱいいただいて、上野さん、なんかありがたいですね、やっぱりね。ファンのやっぱり、本当ですね。はい、本当に熱いんですよ。はい、はい、皆さんのね、パワーを感じましたね。はい、はい、ありがとうございます。はい、では、以上をもちまして、質疑応答のお時間は終了させていただきます。ありがとうございました。